キールン氏は台湾北部にある小格市である。高尾港に次ぐ台湾で2番目の貨物取扱量を誇るキールン港を抱え台湾の貿易、物流の重要拠点である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。キールン氏は台湾の他の都市に比べ雨の日が多いことから雨港、雨との意称がある。キールン市行政区画キールンはもともと同地一帯に 住んでいた台湾原住民大蘭法族ケタワラン族の俗名がなまってケランとなり、それに台湾語音によって漢字が当てられ鳥籠と呼ばれていた。今日でも台湾語での故障はこれで呼ばれる。1626年にスペイン人が車両島を占領資産サルバドル城を築き、その頃には先住民や漢人の町が形成された。1642年に オランダ人がスペイン人に代わって車両島を占領し石炭や金の採掘に着手したが1668年に定業がオランダ人を駆逐し拠点とした港町である。その後1683年に新朝の支配下に入る。これにより入植する漢人が増えたがイギリスの軍船による審判事件が起こる。 新朝統治時代の1863年、対外的に正式に開港した。さらに1875年に、新朝政府がここに、台北文房通販を置いたことから、京乱と近い音で、さらに、吉登隆市の意味を込めて、鳥籠からキールンに改変した。1884年に、フランス軍がキールンに上陸し、リ明ー率いる部隊と8ヶ月にわたり退治する。 新物戦争が起こった。1886年に、龍明殿は台湾巡部に就任し、キールンの重要性を認識していたので、鉄道の施設、港湾や広大の修復を積極的に進め、台湾発となる鉄道トンネルとなる支給冷水道を完成させた。1895年に、日本が馬貫条約により台湾を接収を規定に上陸の後キールンに入った。 キールンは日本統治時代以前から対外貿易の拠点となっていたが、港湾の推進が浅く、岩礁も多かったため大型船の停泊には適さず、近代的な港としての発展には限界があった。日本政府は台湾統治を開始した4年後の1899年により、港湾周囲の浚渫工事と防波堤の建設などを進め、1万トン級の船舶が 停泊可能な近代港湾として整備した。同時にキールンは台湾中間鉄道の北側の起点とされ、その経済的な重要性はさらに高まった。また軍事面でもキールンは日本海軍が駐留する軍港とされ、要塞地帯にも指定されていた。キールンは台湾北部に位置し、日本に最も近い立地のため、日本内地との貿易港としても繁栄した。 また内地から移住する多くの日本人により急速に都市化が進展。1925年には市政が施行され人口は約7万の都市へと発展した。太平洋戦争中はその重要性から米軍の攻撃も受けている。現在、キールンは台湾北部の港湾都市として台北の外交、衛星都市として発展している。1984年には コンテナ貨物業務の取扱い量世界第7位を記録し、輸出入取扱い総額台湾一の港湾として現在に至る。このために外省人が多く国民党の強い土地柄となっている。近年はキールン港周辺の整備による観光化が行われている。キールン市長里に優勝市長、編集詳細はキールン市長を参照日本統治時代。 編集キールンシーン、編集キールン市長、編集中華民国時代、編集観戦市長面戦市長ハリウッドサインのような、キールンプレートなお、各区に区立図書館がある。アジア太陽州北米南米アフリカ国民中学、国民小学については、株行政区の項目を参照。キールン市外キールン港湾部キールン液体湾鉄路、管理局、編集早ウン。 ライトレール、編集地元には、台北都市運番南線の延伸を求める声があるが、現在のところ具体的な計画はない。現在、キールン市政府は市内を連絡する交通手段として、ライトレール方式のキールン景気が計画中である。全部の計画路線は、下記の通り、台北都市運民政治を止め線と直通運転の予定、高速道路、編集小道、 編集キー・ルン・コー・ビオ・クチ・シャオ・チー・デン・サイグ・ウマイト氏、鬼好きと称される旧暦7月頃に、盛大な不属活動が行われる。台湾の十二大文化祭りの一つとして有名。ありがとうございます。